ほど美しくなるバーチャン勇気ビューティー。ねんちゃん、はんちゃんじゃなくてねんちゃんですね。ねんちゃん形式で3人バーチャンをしていただきます。トン、ナン、シャー、メイクという形で、で親の方は必ず、東に座っていただき、のりさんにメイクをしていただく。つまり親に座っていれば座っているほどずっとメイクを受けられるというですね、形式の3人バージョンになります。さあ、麻雀遊戯ビューティー、いよいよ平場最後の、ステージに突入いたしました。今のところの点数状況はですね、泉プロ 57,800 点、はい、宮地プロ 4,200 点、はい、そして文吾プロが 13,000 点という感じになっております。はい、はい、そしてメイク状況なんですが、ノリさん、泉プロはどれぐらいになってますか。はい、泉さんはもう7割ぐらい上がってます。7割ぐらい、はい、もうちょいかな、8割ぐらい。7から8割は来ているということですね。やはりあの最初のトンバで稼いだのが大きかったですね。はい、さあ、そして宮地プロはどれぐらいでしょうか。6割ぐらいいってます。6割ぐらい、はい、なんで、はい、ということはここでもうペーパーで、なんとか連チャンを重ねればいけるかもしれないということですね。はい、さあ、そして最後文吾プロは今どれぐらいでしょうか。文吾ちゃん、はい、10% ぐらいですか。 10% 、はい、伸びしろが伸びしろがございます文吾プロ。さあ、大連チャンを教えていただきたいんですが、はい、ペーパーが終わった段階での、ね、トップの方はボーナスタイムがありますから、はい、そこも狙っていただいてですね、はい、ぜひメイクを完成させていただきたいと思います。さあ、それでは最終曲ペーパーよろしくお願いいたします。お願いします。もうペーパーともなると息も合ってますねすごいすごい相方でしたね。あ、ないね。はい、というノリさんのノリさんの言葉を無視するかのような文吾さんの声。すいません本当に。ノリさん的にもやっぱりここまで来るとやっぱメイクを完成させたいとはやっぱ、ね、そうですね。はい、足はどうだったの。あと眉毛が一番、はい、泉さん重要なんで、はい、はい、時間ちょっと稼いでほしいですけど。なるほど、頑張ります、はい、頑張って待っていただきたいです。でもすごい、みるみる眉毛が、まあ、すごい細いんですよね。なんかやっぱり昭和な、昭和だね、はい、やっぱ今太眉がいいんですか。太眉ってか、なんか自分の顔に合った太さがすごい重要で、一番いいのはあの手を本当につけないことですよ。だからもし私じゃないですか、女の子がお子さんにいたら、うん、眉毛触っちゃダメよって言って育てるのが一番、大体ね、みんななんかこう抜きすぎちゃったりとかしてなくなっちゃうんですよ。それで年取ると生えてこなくなるじゃないですか、毛がね。なるほどなるほど。はい、で目元とかがぼやけてくるんですよ、まつ毛も薄くなって。うーん、なので、うわーなんともうよっす強いよっす。さあ、ここで片眉完成しかけてたんですが、眉毛いいっすよ。ああ、そっちだけ抜くとすごいそっちがめっちゃいいっす、はいはい、さあ、左側ほぼ完成したという感じでしたね。ですが、ここで交代でございます。さあ、宮地君どこまでいけるか。さあ、ここで宮地これどこまで稼げるか。これぐらいにして先行きましょう。もう眉毛と、アイメイクはもうほぼアイメイクはほぼ完成ですね、はい、さあ、宮内さんの時だけノリさんは上っていう指示が多いっていう感じですね、はい。本気出して。じゃあ、ノリさんも本気出してくれます。最後ですもんね、これ。そうですね、今後も最後に中になりますので、ちょっとある程度鍛えていただけないと可哀想ですか。ボーナスタイムはあるとはいえですよ、はい、ボーナスタイムだったらしないでしょ。ちょっと待ってください。ここで飛び出せば、ここで大連チャンを起こせば、ここで起こせば、はい、すいませんね、本当に。あー、はいはいはい、もうダメや、最悪やリアクションバージョンですね、ブンコさん。ラッキーしてんなもう最悪や。あ、レンちゃんが
ないかもしれない宮内プロ。リーチ。あと強い。できないこれは。ちっちゃい手があったな、失敗したすげえしゃべるこっちに行ければよかった気がする、はい、高み目指してだってもうないんだし、まあそうですね、確かにここで点数を稼ぐということが重要になってきますからね、はい、点数も重要ですよ。あでも全体のメイクが、ま、うわー、赤毛をとしてる人がいる。スピーディー、うわー、おっと、おやったー、えんちゃんです。はい、うわいいそう、12000、強い。なんでやってきた、なんでサブロー君、ドラドラサブロー君、振り込んでしまいましたね。うわー、赤ウーピンの中膨れとドラのバッテリー強度が上がってた。短めの反省ありがとうございます。さあでもここで、はい、レンチャンしましたが、引き続き宮内プロ、ありがとうございます。はい、あ、そうでもそんな、なんかファンデーション塗らないでしたいみたいな。ファンデーション塗らない、塗らない、それは宮内プロはそう、あのファンデーション塗らなくてもお肌が綺麗だからってことですか。そうですか。マジすごい。で、あの粉っぽくしたくないんで、やっぱりそう、先ほども言われてましたね、うん、はい、トラフォークしたいけど、ファンデーション塗らないって新しくないの、新しい塗るもんだと、うん、そうですよ。はい、ちょっと待ってください。今また遅いって言われるからもういいだよ、もう早起きれや。はい、すいません。さあ優しい宮内、厳しい泉に囲まれてます。ゆっくり考えな。シークをさっきね、カズミちゃんめっちゃ高く出たね。あ、そうです。顔からなんかでかく丸く見える。はい、そうなんだ。ジョレプロいる。この小鼻の横に指一本置いた、ここがね、ニッて笑ったら高くなる。ニッて笑って。笑って。でしょ。なんかみんながここにいるの。え、もう一回、小鼻の？小鼻の横指一本置いた、置いて真横。こう見えるんだ。ここがスタートね。あー、なるほど、皆さん。低め。参考にしてください。すごい。そう、低め、そんな低くていいんだ。うん、だって顔丸く見えたら嫌じゃない。確かに説得力のある確かでした。ありがとうございます。頬骨に沿ってしっかり入れてあげるのがすごい重要で、そうすると横顔は綺麗に。へぇ、頬骨に沿って、それは立体的なメイクになるということなんですか。なんか、そうですね、顔の骨格が綺麗に。なるほど。さっきの、ちょっと時間持たなきゃいい、さっきここら辺見えてたの。うん、多分、見え方が全然違うと思う。はい、じゃあこっち見てください。ああ、確かに、ここに入れると綺麗。ここに入れると顔がなんか丸く。さあ、あまりのアドバイスに麻雀が止まりました。そう、そう説も面筆もドラドラ漫画漫画です、すいません。すごい、すごいですね。もう私トップ決めたくない。はい、ナイス。違う。あ、3000？ 4000？ 3000？ やったりましたね、ブルコさん。さあ、1回。でも宮下はもう目ないんだから邪魔しないでください。マジで手帳を終わらせねえぞ。さあ、こうなってくると、2人の使命はブルコさんに手帳をさせないことになってきますが。そうだ、さあ、そんな中、どこまでメイクをしてもらえるか。僕、どこまでしたのか忘れちゃいましたよ、ブルコさん。あ、そんな変わんないってことですか。そう、でも、ブンゴさんが一番メイクしてもしなくても変わらないタイプの顔。もうしなくていいんじゃない。ダメ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 。はい、アイレンク。ファンデーション、ファンデーション、いきます、いきます、やりたいです、ファンデーション。さあ、最後のオーラス、ブンゴさんでございますが、先ほど眉毛をやって、あとは、ね、下地を整えられてた感じがありましたね。はい、はい、メタルの高くてもこれより少なくていいと思います。余るこれでも。あ、めっちゃファンデーションいい匂いする。高い化粧品の匂いがする。先輩も取ってもくれないし、いつも冷たいですね。もうメイクの終わった2人は冷たいですね。泉プロはまだ自分がトップっていうのはありますけど、宮内プロはもうトップ目がないとなると、あとはもう文吾プロをさっさと終わらせるっていうことじゃないですか。そうですね。そう、もう、はい、なんて言うんだろう、
上ですか、どっち上。不器用。あー、いいですね。見たことない絵ですね。そうそうそう、上向いてリーチ。はい、見えてる。リーチ、何切ってリーチか教えてください。切ってリーチです。スピンハン、何の皮、ヤンゾウ。じゃあちょっとドラは私が、はい、失礼します。シンドラは、シンドラはシャー。でもなんか今のだけでブンゴプロスッと分かってなった気がします。リーチリーチリーチ。ああ、リーチすごい。ちょっと時間稼ぎしないでもらっていいかな。イライラしますよ。すいません。さあということで、これいい、マンガンです。はい、あ、マンガン。マンガン。6000バック。と虚しく、これ終了となりました。トップ。さあ、で改めて最初の位置に戻っていただいて結果発表いたしましょう。はい、はい、さては皆さん、麻雀遊戯ビューティー全ちゃんお疲れ様でした。はい、まずは点数のですね、結果発表からいきたいと思います。まず泉プロ63,500点、イエーイ。宮地プロ19,000点、ブンバプロ600点。あ、ということでトップは泉プロになりました。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、さあということでですね、最初に言いました通りトップの方はボーナスタイムがあるということで、今からですね3分間、さらに、はい、のりさんからメイクを受けることができます。はい、ということで早速ここはですね、もう集中して集中して、はい、最後にメイクをしていただきたいと思います。そして、はい、あ、もうキリッと、はい、もうここはもうメイクタイムですからね。はい、はい、のりさんにいろいろなアドバイスをですね、のりさんからいただきながら、はい、メイクしていただければと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。なんか聞きたいことありますか。泉さんの眉毛細いから、まず下増やしましょう。上太くすると変だから。なんか上太くすると変なんですか。うん、だってほら眉毛と目の幅が、ね、広がってっちゃうでしょ。もともと広い気がするんで、うん、広い。なんか安いアートメイクをしたら、うん、ちょっと今も彫り残ってるんですけど、うん、右と左が違うんですよ。あ、少しあります。ちょっと、うん、マジ半分しかないじゃないですか、泉さん眉毛、うんうん、抜いちゃったんですか。抜いちゃいました。さあ1分経ちました。あら、はい、頑張ります。早い、はい、でも今日の朝より全然綺麗っすよ。本当、うん、びっくりする。もう本当美しい。若くなった。あ、若くなった。めちゃくちゃ泉さん。さあ残り1分ですので、残り1分、はい、残り1分ですよ。早い。ちょっと一番メイクしてもらってるからね。そうだね、確かに。確かに早いとか言う。確かに。私なんてコンシーラー点々点残ってる。なんでこれで喋ってるの。それは大丈夫。チークすごい重要。チーク、チークみんな高い位置入れすぎだから。ほんと下にやってるね。え、それ塗られてるんですか。そんなシャッ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 で。そう、色、薄い色がいいね。へえー、その最近のチークの色は、うん、なんか茶色、うん、ブラウン系、うん、本当ですか。10秒前になりました。9 8 7 6 5秒前2 1、終了です、はい、ボーナスタイム終了。一番終わったかも。かわいい。あー、でもすごい変わりましたね。自分で見てない。あ、そっか。そうだ、鏡見てない。眉毛が全然昭和じゃない。眉毛が全然違う。令和になってる。めっちゃ綺麗になってる。すごい。なんか安室ちゃん世代の眉毛してたもんね。そう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 。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、のりさんから本気のメイクを受けたお三方なので、それぞれ感想を聞いていきましょう。まず、ぬもさん、あれ、コンシーラーの方で。ぬもさん、いかがでしたか。いや、いかがでしたも何も、はい、眉毛ちょぼっとやってもらって、はい、コンシーラー、てんてんてんってやったらもう対局終わってたんですけど。はい、
いや、麻雀もいっぱい上がれるし、なんかこう優しい雰囲気になった気がするんですよね。やっぱもうどうしてもね、本当あの文ちゃんの言う通りなんですけど、ヤンママっぽいんで、なんかママっぽいかなっていう。はい、うん、ありがとうございます、はい、めっちゃ楽しかったです。ありがとうございます、はい、知らないことがいっぱいあるんだなっていうことに気づかせてもらったり、ね、そう、若い子に教えてもらってることも間違ってるんだ、信じてたのにっていうそんな感じです。3人とも本当肌が綺麗で、なんとやっぱり真面目すぎるから、メイクしなくていいとかしなくていい、全部しようとしてたの。いや、本当にのりさんありがとうございました。ありがとうございました、はい、最初から最後までですね、ためになる本当にお話ばっかりでございました。ということで、今回はこのお三方に挑戦していただきましたが、次に綺麗になるのはあなたかもしれない。以上、勝てば勝つほど美しくなるマーゼンユリビューティーでした。まったねー、まったねー。のりさんがですね、まだお時間あっていらっしゃるということなので、せっかくですから皆さんのメイクを完成させましょう。やったー、はい、それでこそです、はい、はい、お待たせしました。ゆっくりやってますからね、わかりました。